ヘイターダ・シルバ、1999年生まれ、ノルウェーハウゲスン出身のスケーターです。ノルウェーハウゲスンはこの辺りです。ノルウェーの西端に位置し、北海にほど近い人口3万人ほどの町です。出身はノルウェーと紹介していますが、生まれはブラジル北部のフォルタレザ郊外のマラングアペとなります。以前このチャンネルでも紹介したノルウェー出身のスケーター、グスタフ・トンネセンはスタバンゲル、ディーズはラルビク出身です。位置関係は地図の示す通りです。デッキスポンサーはパレス。2009年にレブ・タンジュとギャレス・スクイスによってロンドンで設立されたブランドです。パレスは宮殿という意味で、スケートブランドの枠を超えてバージル・アブローやリアーナなど著名人にも愛されています。デッキのグラフィックデザインからスタートをし、デッキ、アパレルにも力を入れ、アディダスやリーボックなどビッグブランドともコラボ商品をリリースしています。フラッグシップストアをロンドン、ニューヨーク、東京、ロサンゼルスにオープンしています。ブランドに加入したきっかけですが、パレスの服を購入し着用してインスタにアップしたところ、パレスから DM が届いたそうです。近年ではブランドも SNS を使ってライダーを探すこともあるので、 SNS をうまく活用できればスポンサー獲得の手段になると思います。シューズスポンサーはアディダス。2020年フォーラムのシグネチャーカラーをリリースしています。フォーラムは1984年にバスケットボールシューズとしてリリースされたものですが、デザイナーとスケーターが共同で取り組み、耐久性や通気性、衝撃の保護を強化したスケートに適した一品に再設計されています。古い話になりますが、スケートボード専用のシューズが出てくる前はバスケットシューズで滑っていたスケーターも多くいます。ハードに動き回りジャンプするバスケット、シューズの機能性ではスケートと共通する面も多いのかもしれません。ブラジルで生まれ、ノルウェーで育ち、スウェーデンで過ごし、イギリスのデッキに乗ってドイツのシューズを履いて、アメリカで誕生したスケートボードをやっているヘイターダ・シルバのことを日本人の私、談義が紹介します。スケートボードに国境はありません。スケートボードは最高です。ブラジル北部、フォルタレザ郊外のマラングアペで生まれ、6歳まで過ごします。母親がノルウェー人と再婚し、ノルウェーのハウゲスンに移り住みます。ブラジル、ノルウェーで二重国籍を取得しており、ノルウェー語、スウェーデン語、ポルトガル語、英語の4つの異なる言語を話すことができます。ポルトガル語が母国語で、ノルウェー語に関してはたくさんの漫画とテレビから学んだそうです。移住先のハウゲスンで、8歳の時、近所の人がスケートをしているのを見てスケートボードを始めました。当時憧れたスケーターはキーナン・ミルトンとグスタフ・トンネセン。高校はスウェーデン・マルメにあるスケートボード専門の高校、ブリゲリエツに進学します。読み方、発音が間違っていたらすみません。前回紹介したオスカー・ローゼンバーグやディーズも通った高校です。スケートクラスでは実際に校内にあるパークで滑るのはもちろん、スケートボードに関する様々なことや怪我や体のケアなどについて学ぶことができます。進路を決める際、この学校に関するドキュメンタリー映像を見て入学を決意しますが、違う国の高校に通うのは非現実的で両親からも反対されてしまいます。ですがこの高校に行くためにスウェーデンに引っ越す友達がいて、両親が話し合いをしたところ行けることになりました。16歳で家を出て友達3人と一緒に学校の近くで生活を始めます。
スケートボード専門の学校ということで、滑るのはもちろんですが、知識面でのスケートオタクがいて、スケボー談義もよくしていたそうです。ヘイターは90年代のスケートスタイルが好きで、かなり古い映像もチェックするほどのオタクです。トム・ペニーの映像もよく見ていたらしいので、ヘイターのフロントサイドフリップは影響を受けているのだと思います。高校2年の夏に映像をたくさん撮り、滑りの映像をブランドに送ったところ、アディダスから連絡があり、その後クルキッドからもサポートを受けることとなりました。この時のアディダスのチームマネージャー、ニール・チェスターは、インスタグラムでまずそのスケーターのスキルを見る、そしてスタイルとスケートの仕方に注目するそうです。ヘイターに関しては特にスタイルとスケートの仕方に目が止まったと語っています。スケートボードはスタイルが重要です。もちろんスキルありきのスタイルですが、マシンのように難しいトリックを連発しても動きやスタイルがダサくては話になりません。特にストリートスケートではこのスタイルが重要視されます。オーリーだけでもいろんなスタイル表現ができますし、プッシュだけでもかっこいいスケーターはいます。言葉でスタイルを説明するのは難しいですが、ヘイターダシルバが若くしてプロスケーターとなり、パレスやアディダスからシグネチャーをリリースできているのは、間違いなく彼のスケートスタイルがかっこいいからだと思います。スウェーデンのブランドポーラーのポンタスアルブからデッキや人気のビッグボーイジーンズをもらっていたそうですが、同時期にパレスからオファーがあり、デトロイトツアーに参加しパレスチームに加入しています。余談なんですが、卒業後スケートカルチャー盛んなデンマークのコペンハーゲンに引っ越しをしています。高校を卒業してすぐに自分の稼いだスケートマネーで生活をしているヘイターさんですが、ちなみに初めてアディダスからの報酬の小切手を受け取ったのは17歳の時だそうです。